やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あと火山の娘っていう、俺昔からやりたかった娘を育てるゲームがあんの。子育てできるんだよ。本当に娘を育てていって、その自分の選択肢によって娘がどういう成長をしていって、結婚相手がどういう人になって、どういう家庭を持つかが決まってくの。ちょっとやってみよっか。いい子が育ちますように。そっと妻を起こす。かわいい妻がすごくかわいい。夢でずっとあなたのことを思っていたわよ。赤ちゃんの名前もたくさん考えたの。嘘だろ。ちょっと待って、そういうストーリー、これ。これ、奥さん死ぬのか。いや、無理だろ。俺の名前なら適当にできるけどさ、子供の名前をつけるなんてそんな無理だよ。ドレーヌか。いや、ちょっとだよ。ソフィアいいね。ソフィア優しい女の子になりそうだ。あこんなに。でも変わってる子が好きだな。娘の名前ソフィア。血液型 AB 型。誕生日9月22日。お父さんの名前ゆうや。誕生日4月23日。これでいいですか？確認。もう決めましたね。それでは。ソフィアと一緒に誰よりも幸せに暮らしましょう。始まっちまった人生が。おはようルカ。また5年前の夢を見たよ。ソフィアも今年で5歳になった。こんな時間が経ったけど、ちゃんと育ってきたよ。ああ、スタートがきすぎる。ソフィアを大人になるまで育って、俺が老いた日には、君はきっと天国でほっとした顔でよくできましたねって言ってくれる。そうだろう。それを実現させるために、今年も俺は頑張っていいお父さんになる。君をがっかりさせたりはしないよ。リー、誰？どんなお父さんになるのか、今のうちに自分のかっこいい目標を決めておいた方がいいぞ。じゃあどんな父親がいいかな。俺とどんなお父さんになりたいんだろう。俺はこれだと思う。授業参観とか行ったらさ、娘が俺のことを自慢できるような俺になりたい。ソフィアが何か慌てているようだな。おはよう、お父さん。このゲームはやばい。何してんだ、ソフィア。まだ5歳なのにもう秘密ができたのか、気になるな。秘密があるのが女の子だよ。なんだった。朝練が体質プラスで、この脳みそはなんだ。これ脳みそじゃない。これなんだろう。体質50、知力11、感情12、想像10。変わってくんだろうな、将来どういうお仕事に就くかが。例えば想像とかがどんどん上がっていったら、絵を描く仕事に就くとかね。ちょっとおしゃべりしてみようか。ソフィアによくやったと褒める。うん、私が最強。好感度1、気分5。誰だその男。もしソフィアの気分が低かった場合、友達と一緒に休むことで回復できる。もっと友達を作ればソフィアと遊べる相手も増える。気分が下がった時に遊ぶ男なんてやめとけって。ソフィア、女は寂しさに負けるんだぞ。いやでも健康になってほしいよ俺。ソフィアが今日ちゃんと練習したから、友達からもらった鮮やかなおもちゃを持ってこちらに来るように注意を引いたということや。ソフィアが人間関係に関する言葉を覚え始めた。今日は彼女に、私はあなたのお父さんですって教えたら、私はあなたのお父さんですって復唱した。復唱ね。ソフィアが出かけるときに、どうやらもう違う人の声がわかるようだ。もちろん一番よく知ってるのは俺の声だが。
マウント取んな。いろんなことがあったね。勉強成果、体質プラス25、知力2、感情2、良好。ソフィア、元気に育ってくれよ。ソフィアが怒るとそのおもちゃのクマさんに当たっていた。でもそれでクマさんとの仲が深まったらしい。かわいい。ハロー、おはよう。おはよう、元気だな。お前、お前元気に育ってんな。音楽一家。いやー、想像力ないから音楽は厳しいかも、うちのソフィアには。まあ、かくれんぼして、まあ、でもゴム使うんだよな。でも好感度も3上がるからね、でかいんだよな。もう娘、最も娘が自慢できる父親。いつだって私の大好きな人だよ。なんで？お、今は子供たちのための祝日になってきたけれど、すべての親はこの日のために年にプレゼントを用意し、愛しい子供たちに贈る。ソフィアにとってはこれは彼女だけの祝日なの。お父さんはどんなプレゼントを用意したの？それはな、惜しまずに3つだよな。うん。おお、すごい、行ける場所がどんどん増えていく。来ましたね。これは大丈夫か、ゆうや。ちょっと付き合いですね。俺一応中学受験の時に一番成績良かったの算数です。準備はいいかい？大丈夫、お父さんがついてるから。うん、でもいいよ。挑戦する問題の難易度を選んでください。難易度が高いほどより多くの報酬が。お父さんに任せなさい。一番難しいものにするよ。ここやんのか、ここやんのか。違う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 。あ、こう一個ずつ切り替えるのね。難しい難しい。頭がバグる。操作がむずい。こうね。お、分かってきたよ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 。悪くないんじゃない？これで俺の用意したのが3枚で、もらったのが2枚だから5枚ってことでしょ。うわー、まずラッキーセブンで、本田圭佑18番で、アイシールド21。うわ、普通の贈り物だし、まあ、あんでしょ。いや、悪くないよ、悪くないよ。でも、想像か。想像そんないらないよ。そして、ラストは、ソフィア、君の誕生日だよ。粗品。今日は楽しかったか？すっごく楽しかったよ、お父さん。見て、金色の小鳥さん。私ね、金色の小鳥さんは人々に幸せを運んでくれるんだって聞いたの。お父さんが今日たくさんプレゼントが早いな。お父さんたくさんプレゼントを送ってくれたから、私もお父さんに金色の小鳥さんを捕まえてあげるの。待てソフィア、そこは森なんで。やめて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 、ソフィア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 。ソフィアー、うん、ええ何いや、頼む、間に合ってくれ。はは、
起きたの。よかった、本当によかった。いや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 、どういうことどういうこと、これやってるわ、想像力足んないから、え、想像力が足りてなかったからさ、あそこ崖から降りたらとかがなかったのかな。おはよう。うわあ、これはやばい。あの時の足の怪我はまだ治ってないよね。家でゆっくり休むんだよ。これからは私がお父さんを守るんだから、すぐに忘却の森へ向かいましょう。何？お前ちょっと待って、どういうことこれ、お前って理解が追いつかない、理解追いつかねえマジで。でもソフィアが怪我をしてないならいいのか。これも増えてるし、あ、着せ替えができるんだ、着せ替えできちゃうんだ。え、しかもファンがいるんだけど、ファン、しかもラブレター。ファンが増えるほどフクロウが届けてくれる、手紙の量も多い。愛しい人よ、ぜひ私に君のことをそう呼ばせてほしい。今朝君はまるで春風のように私の夢に吹き込んだんだ、ただ街でたまたま君の綺麗な髪を見ただけで私の心が踊り出してしまう。どうか今日も良い気分でいられますように。嬉しいです。はい、モナちゃん知らないてかビジュアルみんな可愛いな。仲間に誘うが、ちょっとモナちゃん友達になりたいね。質問してみるか。うん、剣を使うのが得意なの。おー、変な音。まずいな、ストーカーの毛があるな。ちょっと力量中に間違えたか、かくれんぼしすぎたかもしんないハークとホンソン、なんかかっけえ人たちがいる、なんかかっけえ人たちがいる、はい、うわかっこよ。ハークとが好みかもしれない。てかこれ女の子目線だから普通に男とさ、かっけえ男と対話できんのかこれ。うん、贈り物でちょっと花を送ってみる。一応はや、は女の子からのプレゼントだ。何も起きねえ今すぐ入学式に参加しますか。あ、今から入学式なんですか。私レベッサさんか。はいや、対外的な政治や文化を受け継ぐ責任を請け負っています。は？あー、芸術に興味を持つ人材、じゃあ王室ありませんね。高い戦闘技術を求めています俺もここなんだけど、俺もここしかないんだけど、選択肢が。かくれんぼしすぎてすごい屈強な女の子になっちゃったからさ、かくれんぼしすぎたもう強くなる。俺は強くなる。今回は今日一旦ここら辺にしておきましょうか。これめっちゃおもろいな。多分こっからが本編なんだよね。これ俺めっちゃ好きだ、こういうゲーム。俺こういうゲーム好きなんだよね。まあ俺方向性は決まったから、もう体質バカ上げでいくわ屈強な女の子にするね。